大金は人を狂わすって本当です。離婚した元夫や元嫁がそれでした。私と元夫は3年計画こなしで、その間に2馬力で頑張って、将来に備えた貯金をしようと結婚前に話し合っていて実行していました。もちろん私の親、元夫の親双方にもきちんと話して理解を得ていました。ところが結婚3年目、私がたまたま買ったある宝くじが高額当選。これを知った元夫が真っ先にはっちゃけて、当選を知った翌日に退職届でしてきたとニコニコ顔。あれだけの金と今までの貯金あればもう働く必要ないじゃんとほざくばか。口がポカーンとなっているところに、今度は元嫁がやってきて、ドアを開けるなりマンションの廊下中に響き渡るバカでかい声で、聞いたわよ、宝くじが当たったんですって。ちょっと詳しく話を聞かせてよと人の肩をポンポン叩いてきました。そこでキンキン声の元嫁を家に入れ、元夫にどういうことだと聞いたら、バカは高額当選を知ってから義実家だけでなく自分の知り合い中に高額当選したことを言い回っていたことが判明。さらにそれを知って歓喜する元嫁に、今までの貯金もあるし、これででかい2世帯住居新築して親孝行してあげるよと宣言したそうです。元嫁もこれで子供作りに専念できるしよかったわね、だの、某韓流ドラマが大好きなので Y 様に会いに行けるわ、だの、何か好き勝手言い出して、横でバカはうんうんとニコニコ顔でうなずいていました。それ以降、元夫の親戚と名乗る顔も名前も知らない人が、事業の展開のための出資者を探していたとしつこく訪問してきたり、元嫁がバカでかい声で叫び上がってくださったせいで、マンション内で謎の宗教にはまっていると有名だった人の耳にも入ってしまい、何かわけわからん寄付を、白だの開運アイテムを買ってだのコール、呼んでもいないセールスマンがどんどんやってくるありさま。休みの日に家にいると朝から晩までピンポンの嵐で、気持ちが安らぐ時間なんて皆無でした。みんな僕たちが羨ましいんだねとバカはニコニコ、お願いだから仕事はちゃんとして身の丈に合った生活をしようと訴えても、ママンももう苦しい労働しなくていいよって言ってたし今は主婦だよと、主婦って家事全くしないで遊びほうけるものじゃないと思うだけどと言ってもスルー。この時点でこいつにお金持たせたらもうダメだと銀行に行ったらすでに遅かった。将来のための2人で貯めた貯金が無断で元嫁のブランド品多数旅行費でほとんど空、泣きながら両宇都さんとうちの両親に相談して弁護士を入れ離婚しました。離婚の意思を伝えた時、バカと元嫁は何冗談言ってるのと笑い飛ばしていましたが、両宇都さんのお前らは自分たちのしたことがどれほどのことか分かってるのか、散々浮かれて好き勝手浪費して嫁子さんを泣かせて恥ずかしくないのかの一括で沈黙。貯めたお金は戻ってきたけれど、転勤して引っ越して携帯変えるまで全く面識のない自称親戚だのセールス訪問だの続いて本当に参りました。両宇都さんは大変厳しいですがとても良い方です。武道を幼少からたしなんでおられるので、それの影響かと思います。結婚時の将来を考えて、まずは2馬力で頑張ってお金を貯めることに真っ先に賛成してくれたのは宇都さんでした。今が良ければでなく将来を見据えて生きるのは親としてとても大事なこと。それでもどうしようもない時は協力するから、まずは2人でできる限りやってみなさいと。元嫁は悪い人ではなく天然なんですね。だから宇都にコンコンと解かれるまで何が悪いのかいまいち理解してなかったようで、元夫は離婚直後お約束のロミオになっていました。
君のいない食卓はなんて静かなんだろう。これが僕の罪なんですね。わかってる、わかっているんだ。でも、僕らは、ほんの少し歯車が狂っただけ。そうだろう？二人で未来を描いて手を取り合ってた頃に、きっとまた戻れるよね。そうだ、もう一度恋することから、愛し合うことから始めよう。こんなメール、原文のままですが、一日30通以上来たので、速攻で弁護士さんにお願いして、接触するな、ときつく締めてもらいました。ちなみに、高額当選したお金の一部は、後日、介護が必要になった。うちの曾祖母のペットや車椅子になりました。離婚の話し合いの際に、元夫からの金よこせ、コールはありました。高額当選した宝くじは、夫婦共有の資産。だから折半するべきであって、嫁子一人が独占するものでない、と主張してきました。これに対する弁護士さんの回答は、今回は、嫁子さんが労働した給料で購入したものが当選した。それを配偶者に隠さずきちんと報告している。嫁子さんはその当選金を将来生まれるであろうお子様の養育費、マイホーム購入、また夫婦の身内に何かあった際の医療費として、浪費せずに預金しておきたい考えだった。それなのに当選した嫁子さんの断りもなく、周囲に当選したことを言い回った。さらに、元留さんがマンションで大声を出して歓喜したことで、住居にセールスや、金の無心、寄付要求など望まない来客が急増し、精神的に休まることがなくなった。また、同時期に嫁子さんに相談なく退職し、主婦になると宣言したそうだが、実際は家事は全て嫁子さん任せ。挙句、互いの親にも宣言していた共同預金を無断で浪費に使用した。以上の点から、元夫さんは配偶者としての義務を果たせていないことは明白。当選金を受け取る権利など発生するはずもない。とのことでした。結局、当選金は全部私のもの、共同預金は折半多数慰謝料もらって別れました。